次は、モンティのチャルダス、チャルダスをやってみたいと思います。あのもう今日レッスン終わってね、早く帰りたいんだけど、雨がね、雨がザーザー降りで、ちょっとあの雨宿りがてらちょっと動画撮ってますけど、ね、もうこんなもん好きに弾いたらいいですよ。クレシェンド、次はここね、こう長い音符に向けて、技法があるところはそこ、まあ、そこで弾き直すということなので、あのそういうところは少しあのアクセントっぽい感じで弾いたらいいんじゃないかなと思います、うん、で次、そのあと弦やね、あのバイオレンタはここ映さんやけどね、僕これがすごい嫌いで、ね、何なんですかね、この音は何なんだって、すごいね嫌いなんで、まあ、やんないやったらこっちでやっとちょっとこっちのあの固めの音とかね、下がってるんですね。こっちは2回目は下がってこっちに入ってからこう少し前に進めます。こう前に進んだ分を少し取り戻して、少しこうあのホッとしてくださいね。どう、アップから行くとなぜかうまくはまります。次も、これもでアップから。もうその時の気分で結構ですよ。そしてこう来て、ね、同じ音がこうあの連続で並んでるんですけど、やっぱりあの後になればなるほどしっかりした音で、フェルマーさん、これがメロディーなんですけど、その前にこれがひっついてて、であのバイオリンだったらこうグーッと弓で弾くから関係ないけど、マンドリンはこうやっぱり弾かんといかんので、しどしどちょっとなんかこんなことになりますけどね、ダウンアップ交互でしどし、好きちゃうんやけどね、なんかどうかな、こうやって弾く人もおるけど、まあ
好きにやってくださいね。こうかな、あのフェルマータでかなり溜めといて、でゆっくりから少しタラランダラララララララで加速して、ラーでラレンダントで戻すみたいな感じかな。うん、まあ、好きにどうぞ。伸ばして、ここからトレモロ、トレモロ入れてもいいかもしれない。まあまあ、あまり差がないかもしらんけど。ここね、うん、なんかいいかもしれないですよ。ここも。でスタッカートじゃなく書いてくれてるので、で流してもいいかもしれない。なんかなんかタとかあんまり過ぎちゃうとかね、ちょっと角が立ちすぎやから、こうなんかこういうところはこういうどういう何言うとかわからんけど、こう滑らかなとこと、パパ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 スタッカートっていうのと、少しね、こうなんかトレ振りっぱなしにして、ここもね、同じような考え方ですね。そのままトレモロで、まあ、ほとんどこうだから1往復しか入りませんけれども、ちょっと聞き比べてみましょうか。やってください。で少しなんかこの16分音符のダウンアップと変化つけたいときはもうタラララ流してしもたらいいんじゃないかな。で、次のページ、これは無理、これは無理、あのやんないったらこの1個目だけ装飾入れて、うん、もうこれはちょっと間に合わない。で次、こうでいいと思います。3,2 そして3,2,0,1,3,4,3 で本当は、こうなったよね、装飾があって、バイオリンではこういう指でいくんでしょうね。ちょっとマンドリンではきついのと、あのアップで弦移りたくないので、まず、3弦で3にここまで弾いて、で次こうこういう感じね、これとね、こういう指使いでいきますね。線からあの薬指でやってますけどね。うん、まあ、さっきのとこもしないけど、ちょっとあれやな、こうよくよ
後ろを強く、ここはなんか平らにやってしまうと、次も少しね後ろの拍、2拍目をやってみるといいですね。先の、まあ、最初の速いとこなんかも小さいとこからとかね、やってみたらいいんじゃないかな。これ難しいんやけど、まずここまで、それからこれをしっかり響かせて、どっちだ、小指かな。早くなればなるほど開放弦使いづらくなるので、小指かな。どっちで弾いても難しいんだけどね。でここをしっかり鳴るようにね、クレッシェンドだよね、これ。下がりながら、そして、さっきのやつ、ちょっと、まあ、メゾフォルテ、少しこう上げ気味ね。で、ピアノ。こっちでやっても楽しいね。で、今度の場合は開放弦使えないから、3、2、3、1、3、4、3、1、3、2、3、1、3、4、3、1、なんか半押さえみたいな感じだね。なんか早送りでヒートみたいな。対して、なんか何でもいいです、何でもなんかこういうで、ここで戻して、ここもクレッシェンドを盛るとね、クレッシェンドを盛るとね、実際はこれのもう一個上の音なんですよね、これ鳴ってる音が。こうか、うん、まあどっちでもいいと思います。で、なんかバイオリンみたいにしたかったら、トレモロでここで。こうね、これ結構なんかいいですよね。なんかいいというか、なんと。音がすごく、
こうクレッシェンドもできるしね、あの、うん、嫌いではないですね。かまたは、こうか。これやるときね、結構あのこっち強めに弾かんと、なんか小さい音でなんかこう、まあ、失敗するの怖いんやけど、こうやってもなかなかなんかちゃんとなってくれないので、本当に響かせようと思ったら強く弾く、そして離す、あの失敗を恐れず、でどのぐらいの強さで弾いてるかだ、結構このぐらいの強さで弦に当ててるんですけど、指置かんでもなるんよね、これここのちょうどあの 3分の1か、だからこれ置いててもなるし、こっち置かんでもこうあの自然ハーモニクスでなりますんでね。でもしこっちで弾くんやったら、こっちの方がなんか、うん、どうかな、響きはあるような気がする。うん、やりやすいね、こっちのが。捨てがたいね、うん、まあまあ、 あの好きにやってください。そして、こういう時は最初に僕いつも入れるんですけどね、タイミングがと難しいですね、こうタランランで終わってせーので、あのいきなり行く時もあるし、ちょっとこうゆっくりから行く時もあるし、うん、まあ、その時にもよるんですけど、もしあのゆっくりから行くんとかやったら、あの最初だけとかやってもいいかもしれないね。触ってるような鳴らし方で、なんか結構何歩でも早くできますんでね、うん、で、その、なんていうんかな、このハンド遠心力か、あの洗濯機でもこうぐるぐる早く振ればどんどんこう外にこう渦がねなっていくんですけど、あの止めるいうことやね、こうその場でこう自分で止めながら、こう渦が大きくならないようにこう同じとこ で、あの音量の大きいちっちゃいはあのピックの持つ強さでね、あの調整ね、こういう感じね。であとこっちの手はもしこう、まあ僕もあんまりこう残すのちょっとあんまり得意じゃないやで、あのまあこんなんでもいいし、どうもね、なんか
残すのがあんまり好きじゃない、うん、まあ残ってたら残ちょっと弾きにくいな思ったら別に浮いても構いませんので、うん、こういうとこあれやな、僕はもう取り戻してそのまま行っちゃうんだよね。まあ、あの音量が稼げるっていうのもあるし、あのポジション移動に失敗したこれがちょっと決まらんかった時の、まあ、保険のためにこう、まあ、両方の意味でこうやるんですけどね。で次鳴らしてしまっていいんちゃうかな、どうかな、あんまり好きじゃないな、こうあのブツブツ切れるんですよね、なんかだからもう振りっぱなしで。時はピッキング使いますね。こっちはピュープレスト、うん、で、テンポに差をつけた時にさっきのこの通りでは多分トレモロできないはずなので、もしこう持っていった時はもうこれもピッキングでやっといて、まあここはこれでいいけどね。で、こうね、ここだけ小指使わせてください。そしてでラで上がってこうね。遅いとこはむちゃくちゃ遅く弾いて、速いとこはむちゃくちゃ速く弾いて、でその16分音符の、まあ、スタッカートの感じやね、スタッカートの感じとあららららみたいなこうトレモロでこうもこんな感じと、うん、あと真ん中のハーモニクスのところをどうするかいうことですね、うん、であのスタッカートのところもまあ、まあ同じ音で綺麗に並べながら少しこう抑揚をつけるとね感じがいいですね。あのやっぱり後ろどうかな、こうよりかはこうなんかねこう2拍目でこうこう うねうね動かしたらすごくあの躍動感があっていいんじゃないかな。あのあれみたいにちょっと次のページがあのあれになったあのチゴイネルワイゼになったんやけど、あの あそこやね、こうなんかこういうのなんでもなんかじゃなくてこう後ろをこうやりますからね。ちょっと弾いてみたいと思います。ちょっと途中でページめくらなあかんねんけど、いけるかな。
ちょっと最後テンポ間違えたね。早くしすぎたね。ちょっと加減しとかな、あれやな。これが限界あるんでね、あんまりやりすぎない方があれかな。こうアレグレットやね、これに対して、ちょっとこうアレグレットにしてもいいかもしれないね。ちょっとのんびり感ね、ビバーチェ、アレグロビバーチェに対して少しなんかね、のんびり感。時もありますよね。難しいな。もう何でもいいと思いますよ、こんな。その楽譜は、これ本当は、マンドリンまたはバイオリンの楽譜なので、バイオリンの楽譜で探すと、すぐ本屋さんですぐ見つかると思いますので、ぜひ、ね、チャレンジしてみてください。はい、ありがとうございます。